でしょ。特攻魔法発動バカゾル。世界が終わる。えっ、あいつと。はい、終わり。よろしくお願いいたします。さあ始まりました。へやー、違う違う、始めようか。さーて、今夜私がいただくのはガチャガチャ。絶対絶命のピンチです。頼む、そろそろ普通に喋ってくれ。いや、なんかちょっと楽しくなっちゃって、もはや音楽ゲーム放り投げて別の動画作った方がいいと思う。今宵私が今までにいくつも新曲を放り投げてきたと思っているんだよ。代理に立つ。さあ、ぶっちゃけ数ヶ月ぶりにやる中二部に合わせるけど、なんで久々でいきなりイカれた譜面やってんだろうな。こいつはあんまりやってなかったもんで、先にネットを解約してしまってる。おかげでドリビノスの名をこの身から剥奪されちまったよ。悲しいね。何その、普通に生きてたら聞くことないであろうワードのコンボ。初期設定の名前とかもう完全に忘れてたよ。なんなら今や中二部のやり方もこういう動画の作り方も忘れちまいましたよ。次回作でレベル1に戻される操作キャラ並みに姿を忘れちまってるんだけど、気のせい。もう何もかもわからない。ここはどこ、私はノーです。初めて見たわこんな典型的な記憶喪失。私警戒、お前は。ああ、この人絶対記憶ありますね。その喧嘩をしたら表に出上がるよ。オッケー、私は最強鬼気持のところで無効化するぞ。今のを消してる理由、せめて世界にしかいられない存在とかであるよ。いや、それ悪口だわ。まあ、こんな表虫のところもいらないし、ぶつけられたらテレビが消滅してまうんだもん。ちなみにその場合、表虫だから表とか存在しねえんだけどさ。じゃあ、むしろこれか、向こうはその会話。とまあ、そういう感じで毎年恒例スタートのお時間がやってきたってわけ。遅いんだよね、問題に入るまでが毎回。こちらお相手からぶん投げられたゴルトニックのワールドエンド。勝てるわけねえだろ。なんでどうしたのよ。面白かったので逆に応募しました。あと挨拶の時に体力でも投げるか気になって言ったのが原因ですが、そうやってすぐ自爆するの前世が丸まいんだったからできない。なんなら体力以外にも勝てるんとか、女とか勝てるんとか、フリックとか勝てるんとか、勝てるんとか、全部できません。勝てるんだけやたらに口にこもってなかったか。そんなこんなで課題のこの譜面最大の暴力に投げられています。ようやく譜面の話をする気になったか。普通に腕への負担がやばすぎる。ここだけで1日分のストレッチパワー余裕で溜まるよ。わかんねえよ、1日分の基準が。あと相変わらずピンゴタップでとんでもなさすぎてその中東になってるんだけど大丈夫かな。武者がいる。耳がぐしゃぐしゃになった武者がいる。エアアクションが加わっちゃって。ああ、もうめちゃくちゃだよ。入院以降なら全てが終わってるんだろうか。そんでここで自分見失って爆竹に痛みと出しまくるまでがワンショットです。いや、しかし。前半ダメならジンクスを改心することにだけは立ててるんだよな、ね、このドリガキ。畳み下しちゃって適当に寝ると緊張感ねえから手をつないだおでか。あと心当たりというか全体的にクソほど巻き込むから何も油断できない。今や浸透性、巻き込みの大きなというものありきり。おじいさんの山をしばかりに、私は町へしばかりに行きました。セム太郎は児童が目覚めちまうからやめな。今年度はアーマードコアによってそっち方面の雇用が量産されてることを願ってるぜ。とんだ英才教育だよ。村人増やしすぎちゃったワールドのマインクラフトみたいな息の悪さやめな。さすがに体力使いすぎて今日はもうこの譜面詰められません。ダメです、恐怖面だけに。大凶だけでは言い表せん、とんでもねえ不幸に見舞われてほしいな。こいつ、それもまた一挙。うはい、観察の運営や母がめちゃくちゃうまく見えたいんだけど、どう練習すればいいの。極めようとする特技が限定的すぎない。おったや昔の知り合いに踊るポンチコリンの運営めちゃくちゃいなかったよ。いなかったよ、そんな特殊な友達は。いや、一人いたか。一まったよ、特定をかましただけなのに。さあ、ダメージモードで一人連れさせますが、私がやるんだ。精度取れそうですか。わけはねえんだな、これが。なんで投げたんこの子。なぜか相手側からワールドエンドが飛んできちまったもんだ。投げ返さなければいいバグだし、なんなら蹴りだってできたんだよ。シャイネーダーは心の中にすぎやが、やっちゃうじゃねえかおめえら。って叫んでるんだから、元いた場所に返してください。その筋が長くおっしゃっておりますが、現在私は住人どころか疲労のギャルを決めております。いや、この子もろもろの設定どこ行ったんだ。いや、でも私金髪ロリだったの。私も一方きつなったら疲労のギャルのおっさんがよくておうちにすると、夢見ると一つ言っても内容が残念だったらしょうないな。じゃあもう一つロングプロになりたい。それはもうなってるよ、気にする気だし。ここはなんかまずいので気合いで返せます。よしと、君は中二時の音声認識システム搭載されてたりする。でけえ声を出すことで逆に頭すぐ層が逃げていくっていう仕組みだ。もうずっと叫び続けながらプレイすればいいんじゃないかな。できるか、冷静。とまあやっているけれど、おしゃの普通に難しくね。誰だよ、こ
この曲が出てるか。あれ、自分の名前ご存知ない。ここはどこ。私はノール。めっちゃ記憶喪失目と引っ張ってくるじゃんか。おもろそうだから逃げたれば爆発って投げたけど別に全然なったことなかった。あれ、こいつマジの記憶喪失か。クロンイゼル飲んでる金髪ロリのことは覚えてるのに。それはもうただの内定状態だね。このように逃げと勢いだけで曲を選んでいるため、至極真っ当なことが起きてしまいます。それは勝てるわけがないということです。勝つ気がないのは違いではないでしょうか。特別会談できませんって言ったろうよ。この子できないもの自分でぶん投げる癖あるよね。おかしいな。特別型にピックアップ中でクリティカル出現率ワックスと聞いてきたんですけど、アメクシヒピックアップは仕事をしない。ちなみに今回特殊ラで赤味噌を出していない。ピックアップ仕事してね。やはりリミックスでフォームをシャーマンにしておくべきだっただろうか。そちらを選ぶとどうなってました。曲中の7割何もしなくてよくなる。じゃあこっちやって正解がスコアとできる。というかミス増えてるのがどこで出た。文字スライドが抜け出た。牛乳瓶割れとるやないかい。まああれだね、いろいろまとめると僕負けた。何笑てんねん。最後にやってまいりますが、トーリーサンバランドのワールズエンド。あまりにも攻めた鍵盤やイカれたカテルンなどが各種に存在するこの曲で、どうしてこの曲でサイド勝負をしようと思ったのかをさせようと、一つだけ言っておきたいことがある。勝てるわけねえだろうが。鍵盤やります。理解とツッコミが追いつかないから少し止まってほしいんですけど。見せてらんねえや、あんな見苦しい手元。見苦しいのは今のこの逃げの姿勢の方では。見苦しいというかこう下品、下品の展開地舞踏会へようこそって感じだったから。それ逆に気になるので見せてくれません。ダメらしい。つうわけで偏愛をやっていきましょう。さて投げられてしまったゲームサンバですわ。今やってる曲と本来扱う曲のつながりのなさが山奥での対戦なりすぎるの。勢い 100% です。オッケーと通したはいいものの、普通に何一つできる箇所がないのでふふふ、無理無理となっているのが現在です。これどうやって戦えばいいんだ。一応聞きますね。なんで通した。心の中で勝ってるドンキーが。オッケーなんて言っちまうもんでさ。フリボーくらい自由だなそのドンキー。ちなみにこちら面白いのでノーハンデとしました。面白半分って行き過ぎると悪質で。どちらかというと面白全部やね。俺たちが悪い。このように何も考えず決めているため、至極真っ当なことが起きてしまいます。それは助かるわけがないということです。見事なまでに天丼である。うちじゃ天丼と海鮮丼と牛丼とうな丼しか扱ってなくてよ。一行が営んでる飲食店で働いてる。一人称はおい丼です。やかましい。手打ち丼と割り当てたいのか。丼物専門店で働いてる人ってポケモンの手持ちある程度統一されてるんかな。フラー丼、未来丼、打つ丼みたく。そいつらに囲まれた打つ丼の気持ちを考える。一店員がこんな手持ちしてんのやばすぎるわ。まあ丼統一はできそうだ。レザー丼にドサイ丼、ジラレ丼。ポケモンじゃなくてポケモン混入してる。さて話を戻すとしてる。あれ、何の話してたんだってか。戻すとしてこの場合どっちなんですかね。まあサンバに関しては気合でどうにかなるものではないかね。頑張ってください。運動会戦闘はそんな万能じゃないんですよ。そんなこんなでプレイしているのは偏愛ですが、サビに入るまでほとんど触れられない偏愛楽曲からですね。別にやりたいからやってるとかではなく、意味はちゃんとごめんやりたいからプレイしてるところあるわ。さっきからすぐに意思が直角に流れが何なんですかね。思考回路ゴルテのつまみかもしれん。あっちほど回してないでしょ。考えたか。は、回してるか、ガタとか。じゃあ勝手に気にして回しちゃいますね。つまり偏愛君は普通のマッチだったら脱げてたであろう曲だ。しかし残念。壊しに行った本人は何だ。だいぶこのスコアとのことを絵会場か何かだと思っているところあるよ。それを人は企画荒らしたわね。そしてこの曲が通っていなかった場合、次の3曲でどれかが述べられていました。動演、変動。シリアに用意されたエアバッグの気持ちの点で差し上げなくていいからシリアみたいなものだし。12ヶ月って死ぬから、ストーリーでもプレイヤー自身は。まあ全部やんなかったんだけど。わざわざ4曲選んだ意味とは。残念だな、こっちやれてりゃ AJC 決めて私が1位だったのにな。今のプレイを見て同じことが言えますか。うんちだねー。嘘よよろず。そこまで行くと一周回って真実だろ。と、今回はここまでなんだが、何か質問はあるかい。なんで手袋色違うんですか。ああ。なんか言わんのかーい。消耗品だよね手袋って。